こんにちは。化粧品専門店ルックの奥様です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はポール&ジョーの2020年秋冬コレクションからコンパクトとリップケース、そしてアイカラーデュオ8種類とリップスティック5色をご紹介したいと思います。こちらがポール&ジョー2020年秋冬コレクションです。7月18日に予約開始で8月1日発売となりますが、今日はいち早くご紹介していきたいと思います。カラーの方もとっても可愛いんですよ。まずはアイカラーからご紹介していきますね。こちらがアイカラーデュオです。各セット価格税抜き4,000円、リフィル税抜き3,000円、専用コンパクト税抜き1,000円です。こちらは全8種の発売になります。ファッションやライフスタイルに合わせて様々な表情の目元を着替えるように演出できるアイカラーパレットになっています。パウダーがとってもしっとりしてるんですよ。柔らかくて滑らかなんです。溶け込むように馴染んで密着していくんですよね。発色もいいでしょ。パールがすごく効いてるんです。これはパールをカラーコーティングしてるんですって。ということはパールそのものに色がついてるということなんですよね。なので重ねてもくすまずにそのままの色が発色できるっていうことなんです。アイカラーディオ01番から目元にのせていっています。01番、フレンチペストリー、カジュアルな目元を作るブラウンカラーです。クリーミーアイボリーとカヌレブラウンの組み合わせになっています。02番、イブニングドレス、華やかでエレガントなドラマティックカラーです。ワインレッドとシャンパンゴールドの組み合わせになっています。03番はサワーロリポップ、キュートでジョイフルなポップカラーです。レモンイエローとストロベリーピンクの組み合わせになっています。04番、シエルドゥラヌイ、ロマンティックな美しさを放つミッドナイトカラーです。スターバイオレットとライトグレーの組み合わせになっています。05番、ハッピーレイニーデー、みずみずしく透明感あふれるハッピーカラーです。ハッピーブルーとレイニーパープルの組み合わせになっています。06番、スイートソング、フェミニンな魅力のツイートカラーです。ウォーミーブラウンとスイートピンクの組み合わせになっています。07番、マーシュバード、ナチュラルにもシックにも使えるネイチャーカラーです。カーキブラウンとブルーグレイの組み合わせになっています。08番、トロペジェンヌ、優しくぬくもりを感じるウォームカラーです。オレンジベージュとソレイユオレンジの組み合わせになっています。
指で塗るとき、特に細かいところを塗るときは、指の向きを変えて、指の側面にアイシャドウをつけて滑らせながら塗ると、細かい場所も塗りやすいですよ。続いてリップスティック N です。各セット価格税抜き3,000円、リフィル税抜き2,000円、専用ケース税抜き1,000円です。こちらは5色の発売になります。従来からあるリップスティックはクリア、ナチュラル、フルカバレッジと3つの質感がありましたが、今回新たにマットが加わります。今までにないふんわりと軽く伸び広がるふんわりソフトマットな新しい質感です。マットなんですけど、スルスルって伸びてふんわりと滑らかで、唇にピタッと密着するんですよ。とろけるように潤って、軽く滑らかな感触はマットリップ特有の重さや粉っぽさを感じさせず、唇の上で均一に密着しながら綺麗な発色をキープしてくれます。501番リドールセーヌ、余韻を残すグラマラスレッドです。502番ヌヌルス、暖かく包み込むベージュピンクです。503番サンゴのイヤリング、レトロでガーリーなコーラルレッドです。504番ろうそくの炎、情熱的な美しさのパッションレッドです。505番ミスチバス、いたずらな魅力で誘惑するバーガンディです。すごくいいんですね。クリアな発色が続くということと、単色で使ってもいいですし、混ぜて使ってもいいですし、本当に自由にラインとして使っていただいてもいいアイカラーだと思います。リップスティックはスル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 って本当に軽やかに伸びるんですね。とっても滑らかで軽くって、トリートメント効果の高いリップだと思います。私はどちらかというと口元はマット寄りの方が好きなんですね。なのでマットタイプの口紅を選ぶことが多いんですけども、そうすると縦じわがちょっと気になったり、粉感がちょっとよれたりするんですよね。それがこれは本当になくって、今流行りがお肌はツヤ感、目元もツヤ感って、ツヤが結構流行ってると思うんですけども、口元までやっぱりツヤを出してしまうとツヤツヤツヤって主張が強くなってしまうので、ツヤの中の少し口元で控えめにするという、このバランス加減がとても絶妙なバランスが取れる口紅だと思いました。あともう一つびっくりしたのが色持ちの良さなんですよね。本当に落ちにくいんです。なので安心してつけられるような、そんな口紅になっています。全体的にはこの秋冬、肩肘張らずにリラックスして、この深みのある色だったり発色というものを楽しめるコレクションだなと思いました。ポール&ジョーってプライマーがとっても人気で、ポイントメイクもとっても人気なんですけども、実はスキンケアもとてもいいんですね。いつかスキンケアの方もご紹介できたらなと思っております。そしてプライマーもですよね、プライマーもご紹介したいなと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いできるように、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。